はいどうもこんにちは、フィギュア大好きーと一貫です。今回ご紹介するフィギュアはこちらです。アニプレックスから発売されました、冴えないヒロインの育て方フラットより羽島泉ランジェリーバージョンでございます。はい、ついにですね、アルターとアニプレックスのコラボ企画、加藤、エリリ、そして歌葉先輩と続いて、なんと泉ちゃんまでランジェリー姿になってフィギュア化です。やりました。今回タイトルがサエカノのフラットになっているので、一応この泉ちゃんは中学生という設定でいいんですよね。間違いないですよね。いやー、なんかね、これからいけないことをしちゃうんじゃないかという、なんでしょう、そんなね、罪悪感のような、いやまあそんなことはないですね。とても幸せな気分なんですけれども、そんなね、楽しいウキウキ気分でこれからレビューしていきたいと思います。こちらスケールは7分の1となっておりまして、販売価格が税込みの 15,278 円となっております。で、スケールはこれまでの3人と同じ7分の1スケールなんですが、これまでの3人が座ってたりかがんでいたりと、まあそんなポージングだったのですが、今回の泉ちゃんはね、立ってるんですよ。なのでこれまで以上のボリュームがありそうです。やっぱりね、座った造形だとちっちゃく見えちゃうので、今回泉ちゃんを立たせたのは正解ですよね。で、今回もこのようにアルターさんお得意のクリアパッケージになってます。綺麗ですね。なんか中の泉ちゃんが早く出してって言ってるかのように見えますよね。やばいですね。はい、僕がやばいです。ではね、さっさと開けていきましょう。おお。ではちょっと見てみましょうか。これが台座ですね。あー、なるほどなるほどと。台座はあれですね、いつものね、ふかふか台座ですね。立ちポーズなんですけれども、寝そべってる時用の、ふかふかの台座になってますね。ではね、フィギュアの方も見てみましょう。よいしょ。おー。どうすかね、映ってますかね。結構ビニールでくるんでありますね。ちょっとここら辺を剥がしていきます。よいしょ。あれなんかハマってる？あれ？ちょっと待って、これ取れないっすね。ちょっと待って、どうなってんだこれ。ちょっとこのビニールが挟まって取れないんすよね。これもしかしてここが外れるのかな？どうなってんのこれ。スカートの方にもビニールが挟まってるし、これどうなってんすかね？キラッと。あれちょっと待って、ちょっと待って。あれこれちょっと待って、どうなってんの？これパンツ？ちょっと待って、これ、見えますかね？見えないか、これ。さすがにこれ見えないか。なんかね、柄ですか？島パン？これ島パン履いてんのかな？この中学生は。いや、でもそんな場合じゃないよね。これがちょっと外れるのかどうか。ちょっとこれ多分外れると思うんで、ちょっと外してみますわ。どこで外れるんだろう。ちょっと怖えな。なんか壊れそうな感じするんだけど。あれ、買って。ダメじゃ、外れないんだけど。ああ！おほほほほ。外れた！マジか！これこんなとこで外れるんだ。え、マジで？マジっすか？全然知らなかったんですけど。見てください。もう知ってる方いるかと思うんですけど、こんな感じでね、上半身と下半身で分かれるらしいっすね。これは、泉ちゃん特別仕様じゃないですか。あとね、これがね、かなり柔らかいです。ここのパーツが。かなり柔らかい。今、部屋もね、結構寒いんですけど、これ柔らかいですね。はぁ。まあ、うん、上半身はいいとして、肝心なのは下半身ですよね。で、さらにですね、ここ、ビニールがあるね。ちょっと待って、もうこれね、スカートが取れそうなんですけど、こんな感じで。ちょっと待って、これちょっとね、これやるとね、また YouTube に怒られるんで、ちょっと待って、一回ね、遠目にしますね。いやー、マジか。これスカート外れんのか。つうか、なんでランジェリーバージョンなのに、もともとスカートを履いてるんだっていうことなんですけど、逆に。これ、いらねえじゃんね。これはあれですか、外させる、脱がせるために、わざわざこのスカートをね、つけていると、そういうサービスですよね。そういうことですよね。ではね、ちょっとこれ、ビニールだけ外せるかな、一回先に。ちょっと待って。なんか楽しいな。ダメだ。あ、ちょっと待って。これ、こんな感じか。
まあいいや、これで撮りましょう。じゃあ、すいません。スカートね。スカート。皆さん撮りますよ。中学生のスカート、外します。はーい。おー。おー。はーい。いやーすげえ、なにこれ、マジで。これ中学生のパンツじゃねえじゃん、これ。大人のパンツじゃないですか、これは。最高じゃないですか、これ。見てください。見ちゃダメなんだけど、大丈夫かな、これ YouTube 怒られるかな。あのね、横がね、完全な紐ですね。完全な紐ですし、これ今までの3人の中でも、3人よりも、かなり際どいパンツ履いてますね。つうかもうこれパンツじゃないですよね。まさにランジェリーですよね。うん。てっきりあの、泉ちゃんは、あの、上で、お乳で勝負してくる子だと思ってたんですけど、まさかね、おパンツで勝負してくるとは思いませんでしたね。いやいやいや、これは最高だわ。ちょっと怒られるんで、戻していきましょうね。はい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 。はい、戻しました。はい、これで問題ないですね。いや、お前、問題ありありだろって。いや、でもなんかこれ、スカート、いやいやいや、ちょっと待ってよ。おかしいよね。うん。スカート履いてる方がやっぱおかしいんですよ。これ、どう考えたって。つっか、なんなんだよ、この服が。そもそもこれ、制服じゃねえし。もうこれ、コスプレ衣装ですよね。いやいやいや、だからこれが本来の姿なんですよね。うん。でもね、ちょっとまた怒られるんで、戻しましょう。いやー、何これ、めちゃくちゃ楽しいんですけど。これでも色移りしないかな、それがちょっと心配だね。よいしょ、よいしょ、壊さないようにね。はい、もうこれならね、全然健全なので、このようにアップにしても写せますと。いやー、でもこうやって見るとね、なんかでもおかしいんだよな、これ。この絵、これやっぱりあれですよね。美咲先生がデザインしてると思うんですけれども、これどういう服ですかね。確かにあのセーラーになってるんですよ。この胸元とかは。あの背中もね、このセーラーになってるんですけど、でもこれどう見てもランジェリーなんですよね。あの夜にね、夜にあの活動する時の格好になってるんですけれども、でもあれですね、やっぱこのスカートがあると、このなんていうか、いわゆるパンチラですか、あのランジェリーではありえないパンチラがちょっと拝めるというのは、これはやっぱりね、スカートはあってもいいのかもしれませんね。うん、いやー素晴らしいです。じゃあね、顔とかはちょっと後にレビューしていきましょう。で、これが台座ですね。あの今までの3人と同じで、あのふかふか仕様のなんかあの絨毯みたいな感じのやつになってますね。で、これに組み立てていきます。で、まずですね、泉ちゃんの足の裏にですね、泉ちゃんの足裏に穴が開いていますので、台座に支柱があるんで、差し込んではめ込んでいきます。ん？これでいいのかな？おっと。よいしょ、よいしょ。はい、はまりました。簡単にはまりました。そして中学生ランジェリーの姿がこちらです。いやー、なんかね、やっぱね、セーラー服のスカートだけがなんかいかがわしく見えちゃうんですけれども、だってあのランジェリーでスカートって、しかもプリーツ付きのスカートでしょ。家にこんな人がいたらやばいですよね。あとなんかこう、お胸がちょっと控えめ、あの泉ちゃん最大の武器でもあるお胸がなんかね、おとなしいんですよね。なんだろう、こう前のね、開いてる感じもなんかこうビラビラに見えるし。やばいやばいです。やはりね、こう中学生のランジェリー姿を前にしてしまうと、いつも以上にやばい発言が出てきそうです。申し訳ないです。ではこれではね、いろいろとやばそうなので、じっくりと見ていきましょう。まず髪の毛ですが、パッと見だとここの造形が一番良さげに見えます。色はブラウン、クリアパーツではなさそうかな。ですが、造形がね、非常に細かいというか、毛先がかなり細い造形になってます。特にこのお下げのところ、ここが非常に細かい造形になってて、ここのリボンとかも可愛いです。まあ、なんとなくね、あどけなさみたいなものが感じられます。で、頭にはカチューシャがついてて、何か小さい花のようなものがついてますね。そしてお顔。このフィギュア、7分の1にしては小さめです。で、顔はなんとなく加藤に似てるかも。なんか加藤の妹って感じ。口を開けているところのちょっとね、だらしない感じも、これはこれでなんかあの可愛いですよね。
そしてランジェリーです。なんともこういかがわしく見える中学生のランジェリーなのですが、デザインがセーラー服をモチーフにしている感じで、それがちょっとこう変にいやらしく見えますよね。え？見えませんか？で、先ほども見ました通り素材は柔らかいです。さらに若干透き通ってる感じかな。光を当てると透明感が出る感じ。後ろの方もこんな感じで、非常に細かいシワの造形が入ってます。この腰の部分とか、まあ腰というか脇のあたりかな。あと二の腕のところとか、ここら辺のふわっとしたところはよりね透明感が出ています。襟のあたりはセーラーになっていますし、背中の方もね、あのここだけ見るとまんまこうセーラー服ですよね。この胸元周りも可愛いですし、控えめの谷間の前にも可愛いリボンがあったりと、色はね少しおとなしめのブルーなんだけど、全体的なデザインは可愛いです。でスカートがあって、太ももがあって、で長い足と、スカートもこれねかなり短いです。これはね履いている方がエロく見えるというやつですよね。で絶対領域からの白ニーソー、ここもフリフリのデザインがあったり、リボンがついていたりと、まあ可愛らしいデザインですね。この足首のリボンがなんか私をもらってみたいな、そんなメッセージも感じ取れますかね。はい、ということで一通り見てきましたが、いかがでしたでしょうか。は？まだ肝心なところが見えてない？は？パンツ見せろ？見たいですか？中学生のパンツ見たいですか？お前ら変態かと。いやそうですか、そうですよね、見たいですよね、わかりました。はい、ではね中学生のおパパパパパパおパンツを見せようじゃありませんか。はい、そう、それはオルタでね。はい、ということで見せます、トイカンオルタでお見せします。まさかのトイカンオルタで中学生のおパンツを見せるという、あのなんかこれですね、僕が変態と思われているようですが、基本的にはこれを作った人が変態なんですからね。僕はあくまでもこのフィギュアの隅々までを撮影したいだけですから、エロいのはこれを作った人です。いえ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 、本当にねありがとうございます。大変美味しくいただいております。でパンツの動画を近々ね、あのサブチャンネルのトイカンオルタの方で流しますので、どうぞ変態さんはお楽しみにしてください。あのできたらですね、おパンツ見せてありがとうと、ポチッとねチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。そしてこの体感のランジェリーシリーズはまだ終わりません。鳥を飾るのはそう、兵道みちるでございます。こちらも泉ちゃん同様、素敵なサプライズがあることを信じておりますので、楽しみにしております。なんかねこの画像越しに、なんかこのみちるのねお尻がやばそうなんですよね。はい、ということで今回はここまで。ではでは